やっぱり IR とかを考えるときにマクロでまず考える必要があると思ってるんですね、うんうん、第1回もそうでしたけども、はい、なんか杉本さんの株式授業みたいになってますね、はい、いえいえはい、本日も杉本さんにお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来る直前までどうやら、うんうん、生放送と思ってたっていう。そうですね、ちょっとそれで緊張したんですけどね、はい、収録だって聞いて安心してますもうカットもできるし、そうカットもできるし編集をバンバンしていただいて残り100ヤードでトップしたけど、はい、何もなくて乗ったみたいな感じぐらい、そうですよね、はい、ね、結果オーライみたいな結果オーライ、はい、この回ではプレミアムユータクラブ、はい、IR ナビ ESG ソリューションあると思うんですが、はい、聞いていきたいと思ってるんですけども、はい、事前に準備していただいた、はい、日米、主要指数成長率の比較、はい、これすごい面白そうというか、はい、勉強になる話だったんで、はいはいはい、少し気になるんですけど、はいはい、ここからいいですか。そうですね、はい、やっぱり IR とかを考えるときにマクロでまず考える必要があると思ってるんですね、うん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 、ですからその世界全体グローバルマーケットがどうなってるのかっていうことをまず押さえておく必要があると思ってます、うんうん、第1回もそうでしたけども、はい、なんか杉本さんの株式授業みたいになってますね、はい、いえいえちょっと今このグラフを見ていただきたいんですけども、はい、これは過去25年間の、うんうんうん、S&P500 ま、ね、はい、まあ、スタンダード&コアーズ、はい、そうですね、はい、これはだから要は米国の株式市場の、うん、まあ、株価の変化を表してるんですけども、うん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 、過去25年間でアメリカのマーケットは8倍に時価総額というか株価上昇してるんですね。25年の間ですよね。そうですね、はい、で下のこの水色のグラフが、うん、日経平均株価に日経225なんですけども、ほぼ横ばいという現実があるわけなんですよ。なんなら下がってる期間の方が多い感じはしますね。そうですね、でここには出てないんですけれども、この間中国は、うん、6倍ぐらいになってるんですよ。アメリカは、はい、8倍、8倍、はい、中国6倍、はい、日本はほぼ一緒と横倍、うん、横倍。株式投資をするための投資家の動機付けっていうのは、一つは株価の上昇益、つまりキャピタルゲインなんですね。もう一つがインカムゲイン、でこれは配当なんですよ、うん、ですね、はい、アメリカのマーケットとか中国のマーケットのように、うん、これだけ成長してると、うん、キャピタルゲイン期待の投資、うん、つまりグロースの資金が集まりやすいですよね、普通に考えて。はいはいはい、そうですよね。ところがマーケットっていうのは成熟し始める、つまり株価が横ばいだったら、うん、キャピタルゲインを期待できないから、うん、インカムゲインに向かうんですよ、うん、例えば、国内の電力会社とか、うん、ガス会社とか、うん、タバコ会社とかって、うん、配当利回りが、うん、まあ、4%、5%、6%ってあるのはそれが理由なんです。なるほどなるほど。人口が減るのでこの手の業種っていうのは株価の成長期待がなりにくいんですよね。なるほど、うん、でそうすると配当利回りを上げて、うん、投資家の関心を引かざるを得ない、うんうんうん、まあ、こういうのが今日本の実態なんですよね。当然アメリカと中国に投資した方が、うん、株価の上昇期待は大きいわけですから、か投資マネーはそっちに向かいます。僕の知り合いの社長たち、はい、結構 Facebook とか、うん、Amazon とか買って、はい、もうなんか、はい、1.5 倍になった2倍になったっていうのは何人もいますよ。はい、はいはい、そういうことですよね。まあ、そういうことです。まあ、もう一つグラフをちょっとここにご用意したんですけども、はい、うん、アメリカと日本の個人の金融資産の、内訳について出してるんですね、はいはいはい、で日本は、うん、54.2% が預貯金なんです、うん、はいはい、まあ、1800兆円という個人金融資産があるって言われてる、うん、半分が預貯金なんですよね、うん、金利も低いのに。残りの 28% が、うん、まあ、保険とか年金とかそういうものなんですよ。あ、なるほどですね、ええ、うんうんうん、で投資信託と株っていうのがいわゆる株式投資なんですけど、うんうん、12.3% しかないっていう、これの現実があるんですね、うん、まあ、一方アメリカを見ていただくと、はい、アメリカの場合は預貯金というのは 13.7% で、これ見ていただくと株投資信託と株で 44.8%、うん、半分ぐらいを株で持ってるっていう、まあ、この現実があるんですよね、うんうん、日本と逆じゃないですか、はいはいはい、だからこの現実もまたその日本というマーケットとアメリカのマーケットの株価の差を起こしている要因にもなってるっていうことですよ ね、 すね、全体で見ると、はいはいはい、だから日本の個人マネーがもっと株式の世界にアメリカのようになれば、うん、数百兆円変わってきますよね。そうですね、個人のマネーが。そうですね、でそうすると日本の株価は当然のことながら上昇するという理屈に
つながるということですね。なるほど、はい、そこで技術者、はい、やっと出ました技術者の話です。いやどうぞ、勉強になりました。事前にご用意いただいて、はい、で、スタートは、はい、IR ナビ、はいはい、で、その後にはプレミアム優待だと思うんですけど、うんうん、個人投資家向けの、まあ、サービスっていうのはプレミアム優待クラブになるんですよね、うんうん、スタートさせた背景っていうのは、はい、2つ理由があるんですよ、はい、で1つ目が、うん、日本のマーケットの特性ですよね。成熟化してる感があるので、はい、キャピタルゲイン成長を期待しにくいという、うんまあ、特徴があるんですよね、はい、やっぱりインカムゲインシフトをある程度せざるを得ないというのが、うん、日本のマーケットの特徴なんですよ、うんうんうん、つまり配当ですよね、はい、アメリカのマーケットっていうのは株価も上昇するのに、うん、配当利回りが 10% を超えてる会社が100社以上あるんですよ。マジですか。アメリカの企業って。で日本の企業で配当利回り 10% を超えてる会社って、ね、1社もないんですよ。ゼロ社。ゼロ社です。約3700分のゼロ。ゼロです。配当利回りでも負けてて、うん、株価の上昇期待でも負けてるんだから、うん、勝てるわけがないですよね。惨敗ですね。だからその日本の企業っていうのはもう少し配当利回りを上げていけば、うん、まあ、投資マネーは集まってくるので、うん、まあ、そっちに向けていきたいっていうのはコンサルタント時代は思っていたんですけれども、うんうん、配当で還元するってことになるとやっぱり配当総額の原資が必要になってきますので、うん、はいはい、やっぱり限界があるってことですね、うん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 、まあ、それで、まあ、それに代わるものって考えたときに、まあポイントっていうアイデアが思いついたんですよね、はい、うん、ポイント好きですもんね。そうですね。日本人なのか日本人は世界人がみんなそうなのか分かんないですけど、そうですね、優待と銘打ってるんですけども、うん、ちょっとイメージは疑似配当だったんです。もともと配当をねアメリカみたいに 10% も出すっていうのは財務体力的に厳しいっていう現実を考えると、はいはい、少しまあ個人投資家向けには補填して、うん、優遇できればというのが、うん、プレミアム優待クラブをまあ、スタートさせた理由の一つ目なんですよ、うんうんうん、でもう一つの理由は、ね、うん、今から10年ぐらい前に日本の大手食品メーカーさんに提案をしてくれということを頼まれまして、はいはい、その会社さんが16万人の個人株主がいらっしゃって、おー、ほうほうほう、いわゆるその招集通知だとか事業報告書とか送るコストが、はいはい、ものすごいかかってると、うん、これをインターネットで会員化するような提案をしてくれって言われたんですね。なかなか当時インターネットに自ら会員登録させるっていうハードルが高くて、なるほど、会員登録してくれたらポイントを上げるよっていう、まあこういうインセンティブをつけてやろうか、うんうんうん、っていうことになったんですね。もともとはですから株主を電子化させるための、なるほど、ツールとしてポイントっていうのを考えたんです。その後にこれと優待を融合させたら、うん、一石二鳥じゃないかなっていうことで今のプレミアム優待クラブが生まれたんですよね。はい、当時インターネットに会員登録させるハードルっていうのは、うん、まあ、平均 2-3% ぐらいがいいとこだって言われたんで、はいはい、今プレミアム優待クラブの株主の電子化登録率が 70% いってますので、すい、はい、デジタル化は完全にまあ、ある意味成功したのかなとは思ってます。スタートした時期から今日までで44社が今導入しているというところですよね。こういう会社さんっていうのはどちらかというと個人株主をデジタル管理して個人株主とインターネット上でつながりたいっていうニーズの方が大きいですね。そっちのニーズですか。はい、個人株主の意見を吸い上げるって言っても、うん、ネットでつながってたら吸い上げられるけど、うんうん、その紙で郵送物送ってるだけだと、うん、戻しないですもんね。戻しがないから、レスが分かんないし。そうなんですよ、うん、そこにやっぱり関心を持たれる大企業さんが、まあ、増えてる気がしますね、うんうん、はい、IR ナビが実は、はい、ウィルズ社のコアにあって、はい、それがあるからいろいろ成り立つんだっていう話、はい、あったと思うんですけど、はい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 、すみません、ちょっと時間があれなんで、はいはい、第3話目で聞かせていただければと。そうですか、はい、分かりました。引き続きお願いします、よろしくお願いします。